ジ・エルダースクロールズオンライン、遊んでいきます。さて現在私はフォーラット76を実況していますが、今後のアップデートでワンウェストランドというシステムが導入されます。いつでもどこでも誰とでも遊べるという内容で、プレイヤーのレベルに合わせて敵の強さが変わるというものですね。で、このワンウェストランドの参考にされたシステムが、ジ・エルダースクロールズオンライン ESO のワンタムリエルというシステムとなります。 ESO を救ったシステムとも言われており、ならばといち早くワンタムリエル、これ体験してみて、どのようなものなのか感触をつかんでみたいと思います。とはいえ、このシステムはプレイヤーは意識せずに遊べるものなので、もう純粋にね、 ESO を楽しんでいきましょう。ちなみに ESO はオブリビオンやスカイリムの世界、テスシリーズ、それのオンライン版ですね。発売は2014年で、スカイリムの後にリリースされました。で、現在までもアップデートは継続して行われていて、初めてプレイする人にとっては、コンテンツ量、それがね、もう凄まじいものになってるんじゃないかと思いますね。ネットゲームはもう長期運用になると、コンテンツ量はもうすごくなりますからね。で、フォーラット76でも運用が長くなると、この点が期待できますね。そして ESO は2019年の Steam のセールスランキングで、最も売れたゲームのうちの一つ、とのことですね。これすごいですね。全然知りませんでした。ただし、Steam 版は日本語に対応されてないので、私は DMM 版、そちらで実況させていただきます。また ESO のゲームエンジンは、ベセスダが使っているものとは異なっており、別のシステムが使用されています。なんで、よくあるベセスダゲートは、ちょっと違うものにはなってますが、その分不具合などは少ないのかもしれません。では早速始めていきましょうか。まずはキャラクター作成ですね。タマちゃん。あれ？大文字は初めだけかな？スペースを開けると、大文字が打てる。そうしようか。プレビュー。これは、外見を確認できる。玉ねぎ剣士みたいにできるかな？オブリビアンだね。種族？これかな？ブレトン、ハイエルフ。これはアルゴニアンで。オークもいる。ウッドエルフに、ダークエルフ、レッドガード、カジート、ノルド。ノルドが白人男性っぽいですかね、やっぱり。クラスが6つありますね。ウォーデンにネクロマサー。これは初めから選べないようですね。何がいいかな？拳銃はないと思いますが、弓とかあると思うんでね。そちら使っていきましょうか。フォールアウトにちなんで飛び道具系で攻める。魔法でもいいのかな？そうさら。体、太めにしよう。ぽっちゃり感を生かしていきましょう。身長は低くするか。腹のサイズを上げると、お腹がぽっこりする。髪の色は、もちろん黄色にできないのかな。まあ、これでいいか。金髪、茶髪。目の色。目は青色ですかね。ボルドブルーだ。よし。顔はこんなもんかな。装備を着ると、こんな感じ。スパダが一番いいな。魔法使いの装備はね、これローブ系になっちゃうから。ボルドスーツっぽくないですね。まあ、いっか。チュートリアル、再びちょっと受けましょうかね。昔、一度だけね、プレイしたことあるんですよ。序盤はちょっとだけね。まあ、とりあえずプレイして、不要の場合はカットしましょう。血の結束。あ、日本語のボイスが聞こえますね。お、この囚人服いいですね。丸い感じが出てるぞ。まずは何するんだ？石の棺を調べる？これか。ここに人はいるのか？フェノリアン。な、出てきた。誰だお前は。とりあえず話をしようか。私は魔女に捕まって、で、ここまで来たんだ。ここはどこだ？西スカイリム。あ、すでにスカイリム来てるんだ。この世界はスカイリムの1000年ぐらい前という話ですが、だからスカイリムで詳しい人は、昔スカイリムで何があったのかとか、このゲームね、知ることができると。まず何すればいいんだ？近くにフラスコがある。おおおお、なんだなんだ。すげえ、壁を抜けていった。あいつすごいな。ヴァンパイアか、あいつは。おお、開けてくれた。なんだ、お前一人できるんじゃないか、これ。フラスコね。ちなみにこのゲームは、モンゴリアン操作が可能ですね。フォールアウトとかスカイリム、あちらでは無理なんですけど、マウスとゲームパッド、一緒に操作することができる。だから視点操作はマウスにして、キャラクターの移動は、ゲームパッドのアナログ操作。これを両方楽しむことができます。スチームコントローラーで遊んでますね、私は。なんか敵いるぞ。甲虫。虫がいますね、地面に。ここにあるのか。ネズミいるな。あれかな、やろ。あ、杖。一撃で1000ダメージ与えたぞ。これがワンタムリエルか。こんなのに置いてあるけど。
自分で取れそうだけどね。すごい。目と鼻の先だよ。ダッシュもありますね。見つけたのか。持ってきたぞ。これ使え。中身を飲み干した。血が入っていたと。俗に言う献血で、この血をもらったようですね。フェノリアンは。リベンスパイアの名家。レイブンウォッチ家。まあ、この辺いろいろ名前がどんどん出てくると思いますが。はじめのうちはね、ちょっと覚えるのは難しいでしょうね。ドラケラ伯爵が、どっかにいるっぽいね。フェノリアンはいろいろ人助けをしているようですね。出口まで案内してくれるようですね。ここら辺はスカイリムの初めの流れと一緒ですね。他のコンパニオン、それに助けられて脱出すると。まずは武器を探すと。ここか、武器は。古代ノルドの体験。よし。武器、聞き手、体験装備。これで OK かな。これの壺は壊せるんじゃなくて、調べるようですね。ロックピック、いろいろ入ってますね。全部回収していいのかな。重量とかあるんですかね。物資は豊富にあるのかな。スカイリムと同じように、ね、だからあまり細かく取る必要はないのかもしれません。次は儀式の部屋。お、手がるぞ。血まみれのビトラス。あいつがチュートリアルの敵かな。突破するぞ。よし。おお、いや強そうだけど。軽い攻撃には RT。 これでぶった切れる。ひたすらぶった切る。敵の動きはなんか硬いね、随分ね。こういうボイスには LT。 これで防げる。で、ため切りで長押しするぞ。ため切り、相手は傷した。さらに防御、ぶった切ってため切り。ダメージ数字がかなりでかいですよね。初めからワンタムレラムのキャラクターがね、最強の状態になってる。しかし武器とかスキルとか、そこら辺で強くなれると。LT 長押しで RT 押す？置き方。何なんだ？振り払う。はい。お、ああ。防ぎながら攻撃することで、なんか敵を崩すことができるのかな？止めた。あ、なるほどね。敵の台切りを止めることができるんだ。アクション性がありますね、結構ね。さらに止める。場所分けですね、いわゆる。長押しで、ぶった切る。よし、大したぞ。スキルポイントをゲットした。両手武器は2に上昇したと。報酬を獲得する。これいくらでも上げていいんですかね。魔法使いだから。マジか、頑張りできますか、じゃあ。キャラクタースキル。クラス、闇魔法、デイドラ召喚、嵐の召喚、両手武器。とりあえずこれかな。水晶のかけら。じゃあこれ覚えてみよう。X で使える。これの背景はね、スカイリム。結構そこら辺を模してますね。食べ物あるけど？食べていいのこれ。武器はまだある。じゃあ魔法使いだから。杖を取りましょう。これか？豪華の杖。手織り布の邪菌。ああ、ちょっと、見た目が上がりましたね。片手に、手袋。武装装備。豪華の杖。氷結ダメージを与える。おお、魔法が飛ぶぞ、普通に。これはいくらでも撃てんのか？雲か。これの流れも一緒ですね。スニークも、あ、効きますね。スニークアタックすると、強いのかな？食べ打ち！ちなみに見つかったが？わっ！やつすごいぞ、ライフが。二人で、倒していくぞ。LTA で回避。なるほど。魔法しまくって、スキル使おう。このスキルは？おーっと、なんか、これ飛んでった。すごい下がりまくってるけど。あれ？やつの体力回復したな。あ、このゲームあれか。範囲外に出ると、回復するんだね、敵のライフがね。ゴルシで倒すぞ。スキル使う。さっとかわして、ため打ち。あれ？氷の魔法。魔力は、どれかな？左下の青色ゲージかな？マジか。おっとっと。まだ初めだから、すごい。どんどん回復しますね。マジか。これが出口か。いや、まだあるな。どんどんスキルが上がりますね。使えば使うほど上がるのかな。こっちか？隠密？何？なんかいるぞ、あそこに。マトロン・ウルガラ。あいつがマジか。ラダ・アルサラン。これ気づかれることあんのかな？チュートリアルですけど。
を閉じ込めた愛する一魔術結社、あの魔女も吸血鬼だと、すべてを破壊する嵐、脱出は延期する、奴らを探るのは先だと言ってますね。全般に言うぞ、なんとか鬼、送信機、分からん、グール系の敵か。それで攻撃打ってみたけど、一発ぐらいでは死にませんね。隙をぶっ放す、決まった。倒してよかったのか、容赦なく倒したけど。アイスリーチの霊気使い、普通にいるんだね。ウィンターモス、取る。ああ、なんだこれ、取れるんだ。蝶々とか、その類か。奴に攻撃当てる。うわ、氷魔法。当たった。2発やりましたね。戦闘は面白いですね、このゲームはね。かなり技を連打できる。これには壺があるな。なんかトラップとかないの？あいつら倒せるよ。あ、見つかった。目視で見つかる感じかな。水晶のかけらを当てていく。うわ、食べ打ち。ダーン。水晶のかけら。えい。決まったか？なかなか、でかいダンジョンですね。グラフィックスもね、結構昔のゲームでありますが、そこからいろいろアップグレードがかかって、見た目悪くないですよね。本棚、テスシリーズは恒例のね、本がいっぱいあるんでしょうね。こういう、物語とか。中には読むと、すごい面白いものもあるんでしょうけど。あ、外に出ましたね。外は、オープンワールドかな？あ、前方なんかありますね、あれね。あそこ怪しいな。ウサギ、当てるぞ。貴様、切る。崩して。そうだ、そうだ。水晶の魔法。じゃあ、道沿いに進んでみるか。あらで。完全にグールですね。何か食っている。ここの魔女による犠牲者ですかね。こうなってしまったのかもしれないと。あれ、届かない。あまりに遠くの敵には、届きませんね、攻撃が。これ届かない。ようやく当たった。水晶ぶち当てる。あ、弓だ。弓は使いたいな。この壺はバンコライで見たものと同じ印が刻まれている。壺？なんか壺があるらしいが、これのことですか？壺というのは。確かに初めのフロアにありましたけどね。これが何か秘密を握ってるんですかね。このマークのことかな。ついに一番上に着いた？マトロン・ウルガラを倒す。どいつだ？なんか喋ってるね。聞いた方がいいのか、これは。喋り終わるとね、手で傷がありますよね、こういうの。あ、一人いなくなった。とりあえず奴を、攻撃していく。スカイリムが滅びる。なんてことだ。奴は何を企んでるんだ。あったあった。しかし、あまり強くないな、貴様。あ、倒した。魔女の長槍？あれを破壊すると。ソリチュードのロケット。なんか手に入れたな。ソリチュードはもう、スカリムではね、おなじみの街ですね。よし、倒した。やったぞ。簡単な仕事だな。止まった。嵐は止まった。止まったのか？まだ分かっていない。魔術結社が何を企んでるかまだ分からないと。我々は嵐を止めた。お、なんか報酬もらいましたね。スキルポイント。スキルライン。ソウルマジック。この扉を抜けると、道が下についている。ソリチュードに行けると。先ほどの壺について、バンコライからの壺。ドラウグル。ドラウグルでなくてドラウグル菌。ドバー菌的な名前ですね。スカイリムに出てくるドラウグルと関係あるんですか？じゃあとりあえずレベル上げましょうか。デードラ召喚。ドックミートが呼べないのこれ。無情なる使い魔？普通の召喚魔法ないのかな。嵐の召喚。これは範囲攻撃か。ソウルマジック。これなんでしょうね。困惑。これありましたね。スカイリムにも。とりあえずスカイリム冒険するのは次回以降にしたいですね。はじめはもうちょい違う場所をちょっと動いてみたいな。マップはこれですね。とりあえず外に出てみるか。道はこっちでいいのかな。西スカイリムへ。ああ、おなじみの場所ですね、ここは。東スカイリムはダウンロードコンテストが導入しなくても行けるようになってるんですかね。しかし今は西スカイリム他の場所に行く方法がわからないな。とりあえずソリチュード向かってみるか。
ソリチュードに到着しましたね。なんだ？決闘を望んでいる？どこでやるんだ、決闘。よし、承認だ。どこだ、敵は。よし、勝ってこい。時間がない。なんだ？ブロンドルド。守るんだ。なんか渡されたと、急に。アイスリーチ魔術結社。奴ら動いてると。リリスだけは信じられんのかな？あ、ブロンドルド、死んだ。ストーリーは進んでいく。盾の兵長、スジョル。何者だ？また見てか？アイスリーチ魔術結社は、まだあまり脅威とはね、思われてないようですね。私の話は信用されませんね。すごく感じ悪いな、こいつ。これが、今渡された書類か。関税申告書。暗号が書いてある。あなたの村は森に隠した。町の外の馬屋の横にある。野屋で待っている。あと一日だけ。そこに行けば、馬をもらえるんですかね。これが暗号かな。寂しい港の南にある石が立つ場所。避難所の影の中、生きている木が見張る場所。とりあえず目標はこちら。あそこに何かがある。何があるってんだ。灰に覆われた破片。今のが何であるのかわかりませんが。次の目標は2つありますね。ていけるぞ。気をつけろ。そうか。どこでも遊べるだから。強そうな敵でもね、倒せる可能性がある。やってみるか。よし。デートラ召喚だ。うわぁ。デートラ召喚。あ、なんかちっちゃいのが出てきた。すごいちっちゃいぞ。あれが仲間か。他には？これは、なんとかな、怒り。おーっとっとっと。おー、なんだなんだ？あれなんだあれ。味方？あ、他のプレイヤーか、びっくりじゃ。430レベル。すごいな。スキルを使って、レベルがアップした。これが二つ目の、隠し所持品。さらに本ですね。リリスに対しての手紙。ブルーパレスには行けなかった。で、死んでるか、チカロにいると。ブルーパレスはソリチュードにある場所ですね。私が見つけたものをガーヒルド女王に渡してくれと。彼女は上級王よりも分別がある。上級王がいるんだ。ソリチュードの民はよそ者に対して警戒心を抱いていると。衛兵は常に監視している。だからソリチュードの中で動くと浮いてしまうと。まずは馬屋のコービンという女性に会う。求人の知らせが入っている。作業員と職人募集。ん？狙われてる？なんだこいつは。変なのできたぞ。スプリガンか、こいつも。魔法打ち当てる。おー、なんだ、敵の召喚魔法がある。毒味と言われた？連射で。前その怒り。ちょっとゆっくり本を読めないな。ちなみに現在のマップですが、一部が表示されてるんですね。スカイリムの。で、なんか階層切り替えというのをすると、こんな感じで、さらに全体が見れる。西部分。東もあるんでしょうね。で、もう一丁切り替えると、なんか、タムリエル？すごい広い場所が、表示されてるっぽいですけど。テスシリーズのね、以前の場所が、どこだとか、全然わかりませんね、これね。何箇所かに移動できますね。シロディールはなんか PVP の場所みたいな。そんな話を聞きましたけど。大規模戦争が楽しめんのかな？こちら行ってみようかな。ダガーフォール。何があるか知らないが。私はどうなってしまうんだ。おー、すげえ、ワープした。到着したぞ。フードの人物。誰だ？この人の講演者が、世界の運命に関して話をしたい。いきなりスケールがでかいな。パセイリーの家。よし、じゃあ今回はこちら、進めてみましょうか。私の現在地はここで、目標はこのようですね。西にまっすぐだ。行ってみるか。いろいろ話しかけられますけど、それぞれね、クエストが用意されてるんでしょうね。これぞネトゲならではの特徴ですね。こちらに到着。上か下か。上かな。お、これか？ダボンズウォッチへの船。これで移動する。どこに行くんだ？次はストーンフォール。違う場所に出たよ。まあ、どこでも遊べるというゲームだからね。どこにでも行きましょう。さらに目標は、西方向かな？どこなんだ、ここは。あ、この音は。ニルンルートですね。あ、生えてる。よし、回収しよう。ニルンルートは最終。何に使えるんだろうか。街並みはなんか、
ちょっと中国風、三国志に出てきそうな、ね、そういう世界観ですね。この家の中か。よし、入ってみよう。サドレノの家。いたぞ。あなたが世界の運命に関して話してくれるのか。うつむいてるな。え？なんだお前は。いきなりやばいぞ。なんだ？え？何起きた？なんだなんだなんだこりゃ。ああ。囚われた急に。罠だったのかこれは。ああ、畜生。なんてことだ。他には奴隷がいますね。ああ、いけねえか。ああ。なんてことだ。博士。ああ、死んでる。こいつはエルフか。ああ、頭が、ぼやける。ああ、許してください。やめてー。ああ。あれ？なんだ？夢を見たのか、もしかして。嘆きの監獄？タムリエラは消えた。君は今、どこか他の場所へ向かっている。自分が知っている世界から、遠く離れたどこかへ。来たことを後悔するようなどこかへ。うわ、いきなり超展開ですね。こういう展開いいよな。いきなり始まる脱出ゲーム。どうなんだ、これは。コールハーバーから脱出する道を探す。あれ？大丈夫？これは、あ、リリース。あれ？リリースは先ほどのあの、初めのクエスト。そこに名前出てきましたよね。これってあれじゃないの？一番初めのチュートリアルじゃないの？そんな感じもするけど。なんか見たことあるよ、これ。どうかな？合ってるかな？やはりこれ、初めのチュートリアルっぽいな。であるならば、カットしますか。預言者。彼を解放するのが目的。盲目の老人。我々を戻してくれると。この場所はどこかわからないが、コールドハーバーに比べれば楽園。コールドハーバーというのはひどい場所あるんですかね。私は死んだのか。私を殺したのは、マニマルコ。虫の教団。次は、コールドハーバーセンチネルを破壊する。これやったことあるな、確かに。すごい覚えてるぞ。こいつはずいぶん硬いな。クランフィア。本来相手にしなくていい敵かもしれません。ようやく倒した。杖のレベルアップ。前方か？なんかいるな。変な奴がいるぞ。預言者は無事だった。悪い知らせ。リリースが身代わりになる。リリースを守る。どのように？おお、なんか出たぞ。ああ、リリース。大丈夫か？敵だ。よし。やつ倒していくぞ。水晶のかけら。雷魔法で、ビリビリ当てる。おっと、これを防がないといけないんだ。もしくは回避か。距離取ってと、水晶のかけら。入れ替わるのを待つ。リリスと預言者が。おぉ、入れ替わるのか。おぉ、すごいな、こりゃ。そしてリリスは、あそこで囚われると。彼女も脱出はできないのか。私は面影と呼ばれている。彼女を救出する道を探すと。聖僧の書が予言した通り。これが、ジェルダスクロールですね。これはじゃあ、リリスを助けた後に、またストーリーとかあるんでしょうね。スカイリムではリリスの名前が出てきたからね。出たぞ、スカイマ。やつやればいいのか？それでぶっ倒していこう。当たらないぞ。あ、喋ってる。あ、ザボテが出てきた。ボーンチャイルド。こいつがチャイルドか。下げのでかいのは、ラスボスっぽいね。なんだ？あっとと。ダーする。奴の攻撃を封じる必要ありそうですね、これは。しかし、あまり強くないな、貴様。うれ。雷。来るか？打破する。倒した？楽勝だな。スカイシャドウゲット。スカイシャドウ3つ集めると、スキルポイントがもらえる。これは私が、スカイリムのね、モッドプレイで、同じものがありましたね。いくつか集めると、スキルポイントを得られると。おお、預言者かっこいいな、お前。どこに行けるんだ。おお、道が開かれたのか。ポータル。おお、浮いている。
ブリックロックとスカイルーム北東沿岸、ウィンドヘルムとソルスセイムの間にある。ここが本来の始めの場所ですかね。異なる場所についてしまったと。どれくらい眠っていたかわからないと。我々は何をすればいいかは私が決めると。よし、いろいろ成し遂げようか。クエストを完了するんだ。モラグバルの脅威、地形がいろいろ変わってしまってると。不自由のやり方、これは装備品を鍛えられるんですかね。グリフを適用できる、これか。スキルはいろいろ覚えられそうですね。敵を4秒間行動不能にする、移動止める系か。じゃあ次はソウルマジック、これちょっと覚えてみるか。コンパク、コンパクを習得。このゲージが新コードなんでしょうね。使えば使うほどスキルが伸びると。これ誰だ。ラナ隊長。なんか怪しい船がいっぱいうろついてるようですね。じゃあ墓地に行ってみよう。ダージを見つける。お、このベランダから外に出られないぞこれ。そうなのか。ローディングはあまりありませんね。屋内から屋外にね、出た時とか。あ、盗む扱いもありますね、これちゃんと。これは気をつける必要ありそうですが。シーフプレートが可能なんですかね。ダージ、東方向かな？行ってみるか。キャンプとかあるね。誰だ？デスクロー？まさかのテスの世界にデスクローが現れたのか。これは簡易的なクエストですね。デスクローが近くにいるらしい。ちょっと受けてみるか。こっちかな、目標は。まさか狼がデスクローじゃないだろうな。食べ打ち。新たな魔法を使ってみますか。これがコンパクトの魔法を使ってみた。なんか敵が白く光ってますね。この間に倒すと何かは起きると思いますが。お、これなんだ。あ、これが足止めスキルか。やはり足止め技が強そうな感じしますね。足を止めて遠くからね、一方的に攻撃できる。もう一回やってみようか。足を止める。あ、ちょっと遠すぎた。再び足を止めてと。あれ、止まらないな。技は違う。その辺倒してしまった。いいぞ。やつはぶっ倒していく。郷土先生だ。雷当てて。あ、これがデスクローか。この世界のデスクローは空を飛ぶんですね。スカイシュラウド墓地を発見。お前誰だ。カルビトダージ。あ、お前はメインクエストの目標か。次はスカイシュラード墓地のアンデッドを倒すと。クエストはどんどん展開されて、すごくいいですね。次の目標場所は、北。ドラゴンプリストを召喚する。ドラゴンプリストは仮面を被ってるね。強い系の敵ですけどね。そいつが出てくるのかな。あれ敵か、スケルトン戦士。やだ、倒しくか。秘密アタック、水晶のかけら。足を止めて、雷召喚。あ、間違えた。雷召喚こっちだ。さらに、ため攻撃。倒したか？これは定番の、見たことあるような、オブジェクトですね。祠の近くにこういうのよくありますけど。よし、京田先生だ。倒したか？こんな感じでフォールアウトでもね、共同戦線、できるようになればいいんですけどね。今はもうみんなね、一撃で倒してしまうから、取り合いになってしまう。水晶のかけらが変異可能になった。スキルの性質が変わるんですかね、もしかして。スキルポイントを使うと変異ができる。手が湧いた。逃げよう。コンパク当てて、雷魔法。さらに溜めて。あ、こいつ強いぞ。蛇の下のアウトラ、なんかボス級ですね、こいつね。急に強いのができた。やれるのか。本来はこれ、このルーンストーンとか取ると、こいつが湧くんですかね。手がかり、なんかいろいろ持ってるね。前方にもボスキャラ。いや、あと倒していく。よし。ルーンストーン食。ん？あれは敵か？あちらが、ボスっぽいな。動きを止めて。あ、よっと。雷魔法。ついに範囲攻撃が役に立つ時が来たっぽいな。おっと。横に敵が。スケルトンを倒していくぞ。雷。
それ受け止めて。倒したか？追放の巻物。アベロス将軍。それがセバリン・シャルヌスという人物に宛てた手紙のようですね。資料術。あ、今倒したやつか。ダージ、ここにいたか。アンデッドは消えた。手がかりを見つけた。ここにカバナント。どこの国ですかね。それが攻めてきてるのかな。カバナントは危険だと言ってますね。さらに多くの人を見つけるポイントを得たので、ちょっと変えてみましょうか。水晶のかけら。あ、クリスタルの遺跡。これに変えられるんだ。敵を気絶させる。範囲ダメージ。変異した方がいいのかな。必ずしもいいとは限らないのかもしれませんけどね。召喚魔法はどんどん強くできそうですね。これも変異してみよう。無常なるクランフィアを召喚できる。おっと、お、お、なんか出てきたよ。あははは、こいつか。よし、とりあえず1回目はこんな感じで終了しますかね。次回はまたこれ進めるか、もしくはスカイリム、あちらをちょっと中心に探索してみましょうか。では続きはまた次回。